6。皆さんこんばんは。今回は格闘ゲームの女の子を作ってみたので、一気に7人ご紹介します。今回人数多いので、急ぎ足でご紹介しますよ。まず最初はおなじみナコレルさんです。この子はなかなかよくできたんじゃないかな。ちょっと胸元開きすぎですけど、近い服がこれしかないので仕方ないです。リボンは、レイムさんの時に作ったものと同じです。かなり急いでるので表示が一瞬です。ごめんなさいね。もし作る場合は一時停止してご覧ください。再生速度を落としてスロー再生するとやりやすいかと思います。今回はここからちょっと変わったことをしてます。ステッカーでツートンカラーになってる服の再現です。この方法を使うと、この肩当てのように綺麗な白にならないパーツを上から白ステッカーで塗装するなんてこともできます。オートマタの種族は肌の色を変えられないんですが、このステッカー彩色法を使えば人形に色を塗ることも可能です。次はおなじみのゆり坂崎さんです。この子もなかなか似てると思う。使ってて楽しいです。インナーはレオタードとかでもいいんですが、多金賞だとソウルチャージした時に文様が出るなど細かいギミックがあるので、こっちがおすすめ。次はスト5バージョンのキャミーさんです。私はキャミーさんの衣装ではこれが一番好きです。
指抜きグローブなのでこれにしてますが、ホワイトナイトコテの方がごつくて原作に近いかもしれません。このツールベルト、宙に浮いてて、ちょっと気にはなるんですけど、これないとパーツがなさすぎて、すごく微妙なんですよね。戦闘中は、木立の鞘が、このベルトに綺麗に繋がるので、実際のゲーム中では、あまり違和感はありません。ここの黒い部分は、全部0番の真っ黒です。肌の迷彩汚れとキャミーさんの特徴の頬の傷です。ここでもステッカー塗装でツートンカラーにしています。今度はちょっとマニアックなキャラです。ファイティングエクスレイヤーという格闘ゲームの北斗さんです。ファイティングエクスレイヤーは PS4 で出てる新作格闘ゲームなんですが、出てるキャラクターは以前にあったストリートファイター EX というゲームのキャラです。そこから竜や剣などの一通キャラたちを省いたというラインナップ。まあこの作ったキャラはあまり似てないっていうか、東堂霞と言い張っても通じるんじゃないの？敵もするけど気にしない。
間の柄などはステッカーで絵を貼ってます。これだけ拡大すると解像度がもうぐちゃぐちゃなんですけどね。今度もちょっとマニアックなキャラ、同心連という格闘ゲームのエリスさんです。原作ではもっと白くて半透明のパーツとかあるんですけど、その辺はさすがに再現不可能ですね。まあ基本的にこのゲームのキャラクリエイトはコスプレに近いものですからね。リボンのパーツがないのが本当に困りものですね。ここでもホワイトプリムでリボンっぽい何かで代用です。やたら滝流派が多いですが、やはり格闘ゲームキャラにしっくりくるのはこれなんですよね。今度は同じ会社のゲーム、鉄拳のアリサさんです。私鉄拳7も買ってて動画に撮ろうかなと前から思ってはいるんですけど、トレーニングモードやっただけで疲れていつもやめちゃうんですよね。キースとアリサさんしかやってないんですけど、まあそのうちストーリーモードくらいは撮りたいね。
パリサさんは鼻を6個もつけてるので全然足りません。ここでもステッカーで部分塗装してます。最後はギルティギアのメイちゃんです。リジーさんも作ってみたんだけどあまりに似てないので却下しました。このメイちゃん気に入ったのでアスタロス流派を練習してみたんですけど、弱いと言われるだけあってかなり厳しい流派ですね。個々の技のダメージはすごく高いんですけど、投げキャラだから近づきたいのに近づかれると技の出が遅すぎて離れたくなるという矛盾というか、構造欠陥のある流派ですね。ザンビとかは、コマンド投げが投げ抜け不可だったりで、近づかれて困ることはないんですが、このゲームは投げが弱すぎます。コマ投げもガチャガチャやってるだけで抜けてしまう。髪ですが、メイちゃんは後ろ髪は言ってはいないんですが、帽子をかぶった時に横髪が見えるという理由でこれにしてます。他のロングヘアーだと横髪あまりなくて違和感あるんですよね。
ちゃんが手につけてる謎のアーマーを再現するために手に亀の甲羅なんかをつけています。メイちゃんの武器の船の怒りは当然ないので斧で代用です。斧なら他のどれでもいいかも。まあ自分の使える流派にしてしまうのもいいと思います。それでは最後にちょっと動いてるとこをお見せして終わりますね。よし、行く。終わって、お別れです。これもいただいて。これでとどめ。本気を出すよ。仕掛ける。ここで相手してるのがなんちゃってビジーブ。髪型が似てるのなくて無理だ。それでは今回はこれで終了です。さすがに7人もいると結構な時間かかりましたが、あまり需要なさそうなギャラクリ紹介ですが、あと1回ダークソウルギャラシリーズも紹介したいなと思ってます。それでは今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。